ハインリヒビルヘルム・アーネルトはドイツの軍人。最終階級は空軍飛行兵装長。第二次世界大戦では衝撃追数57機を記録したエースパイロットであり、その選考により騎士鉄十字章を受章した。第二次世界大戦初期、アーネルトは空軍情報将校としてポーランド侵攻やフランス侵攻に参戦した。その後、 戦闘機パイロットとしての訓練を受け、第52戦闘航空団第3中隊に加わった。西部戦線では4機を撃墜。1941年10月から東部戦線に移った。1942年7月9日には、総撃追数50機を記録し、最終的に総撃追数57機となった。1942年8月23日、 ソ連の総発爆撃機ポリエチレン -2 を、補足、後戦に入った。アーネルトの登場していた BF-109 は、ポリエチレン -2 の意手により狙撃され、墜落。これにより戦死したが、騎士鉄十字章が追贈された。パッチィーウォール2008、P40、オーバーマイヤー1989、P81、パッチィーウォールシェルツァー2001、 P12 フェルギーブル2000ピアニッシモ114 482シェルツァー2007 P188 ありがとうございます。